さすがに朝っぱらだから駐輪場46番空いてるかなと思ったら、これ相当前から止めてるだろこいつ、奪ってました。なのでラッキーナンバーの9に止めました。参る。オウ！はい、7時前に池袋に着きましたが、エゴサをしてみると渋谷でもう2、300人並んでるらしく、渋谷の映画館でね、映画館は指定席なので並ぶ必要がないので、完全に多分もうグッズに並んでるんですよ渋谷はね。で、私は池袋に今からちょっと行ってみますが、どんな感じでしょう、ちょっと行ってみます。はい、今着きましたが、池袋ルミネのセンターエレベーターのぐるりをもう並んでいます。100はいるかな。その T シャツグッズが全国の映画館で1000枚しか販売されないので、各映画館に何枚配布されてるか分かりませんけども、もう100いるから絶対買えない気がしている。やばい、撮りながらパズドラむずいな。列伸びておりますので申し訳ございませんが、後ほど整理番号を配りましたら列をちょっと、配置変えさせていただきます。申し訳ございませんがご容赦くださいませ。あと5分ほどで整理番号が配られます。これは変えるのかどうでしょう。もう一人のオタクの仲間が今渋谷の映画館に行ってるらしいんですけども、もうその人は多分無理です。並んでる途中になんかもうやばいみたいな情報が出てますので、やばいな、こっちもどうだろうな、キワキワの戦いです。動き出しちゃった列が。8階に行くための整理番号なんだその、それ初めて聞く日本語だぞ。8階へ行くための整理番号、そんな整理番号あったか。こちら失礼いたします。申し訳ございません、お待たせして申し訳ございません、こちら失礼いたします。41番、家長ですね。家長だから大丈夫でしょう。これは無双すると思います。8階の劇場前でこちらの順番でお並び直しください。本件の番号順で販売いたします。本件は回収いたします。はい、41番か。41枚 T シャツが41枚以上あれば買える。果たしてあるか。すごいです、渋谷に並んでる仲間がですね、もう列に並んだ段階で買えないことが判明しまして、メルカリを覗いたところもう転売屋がメルカリで転売してましたので、並びながらメルカリで買ってます。すごいです、すごいです、さすがです。私のそのオタ仲間はあれです、ユニゾンエアのガチャであのテルマで引くガチャのプロの人です。あの人がメルカリで普段着ている T シャツより値段より全然安いからっつってメルカリで出品されてる値段で買ってました。えぐいです、あの人。そろそろ中央エレベーターが動くそうで、多分ちょっとずつ列が動き出します。あと1分ほどですね。いやこれ買えるんかな、どうだろうな。お、電気がついた、ビルの電気がつきました。ビル時代の開業です。動きました、動き出しました、やった、やっと動いたぞ。さあどうなる、 T シャツは残ってるんでしょうか。ドゥン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 。はい、エレベーターで上に登ってきました。映画館の前です。そろそろです、そろそろ映画館に入場です。さああるんでしょうか、グッズは。もうちょっとというところで、今目に飛び込んできた情報によると、黒と白の T シャツの L が売り切れてる。 T シャツの L が売り切れました。いやー L が欲しかったんだけどな。でまだ M がワンチャンあるから M を狙います。いや早い、速攻だ。はい、今並んだんですけども、 T シャツが並んでる時にもう L、SL ともになくなりまして、 M サイズが最後の最後レジの直前目の前で M が売り切れました。でもう S しか T シャツがないということで、しかも白の S しかないということで、もう整理番号整理券をそっとスタッフさんに渡して帰りました。何も買いません、別にパンフレットとかいらないんで。5時に起きたのに。
はい、というわけで私オタ活本日しましたか。いや、グッズ売り場ものすごく殺伐としておりました。もう目の前で、私の目の前でみんな売り切れたものですから、 T シャツが。私はちょっと前に並んでいた人とかもうレジ行って、え、もう T シャツ M も L もないんですかみたいな、はい、ございませんみたいな、もう軽く下落ちてみたいな、マジかみたいな、じゃあ缶バッジとパンフレットとみたいな。やっぱ限定1000着なので、みんな T シャツをやっぱ狙ってたんですね。それはもちろんそうなんでしょうけど、いやー、くそー、いやー、でも殺伐としてたな。なんかもうちょっと軽く暴れてる人いましたからね。いやいやいや、はーみたいな。で、軽く警察呼びますよみたいな揉め事ちょっと軽く起こってたので、こうはこんなか。まあでも確かにこうなるわな。はい、というわけで地元に帰ってきました。まだ9時半です。結局グッズは買えませんでした。ちょっとね、まだ9時半からこんな感じなのが久しぶりなので、ちょっと腹いせに一杯やりたいと思います。その飲む動画は後日公開されると思いますので、そちらお待ちください。というわけで一杯やってきて、もう帰るだけです。結局 T シャツも買えませんでしたし、残念でしたね。こういうことですね。でもオタ活というのはこういうことの連続でございますな。電車賃を払って池袋に朝早く行って、池袋から帰ってきただけの動画でございました。というわけでご視聴いただきありがとうございました。さよなら、寝ます。